ちは、埼玉のシンガーソングライターと申します。よろしくお願いします。今日もですね、歌ボーカルミックスブス練習されてる方に向けて、まあ今日はですね、まあ歌の世界だけじゃなくて人生にも役立ちそうなお話をご紹介しようと思うんですけど、まあ一応質問をまたいただきましたので一つピックアップしてシェアしたいと思います。こんな質問ですね。モチベーションが上がりません、うまく日々の積み重ねができないのですが、うまくするコツを教えてくださいっていう質問ですね。まあ、多分歌の練習をされてて、その歌の練習の、まあ、日々の努力積み重ねがなかなか、まあ、最初は良かったんだけど続かないとか、モチベーションが下がっちゃうとか、そういう話だと思うんですが、まあ、これは多分結構歌に限ったことじゃなくて、まあ、受験勉強とか資格の勉強とか、まあ、仕事上のいろんな、ね、ビジネスの中でも子供でも大人でもよくある、よくある本当によくある場面だと思います。モチベーションが上がらないというのはね。で、私もすごいあります。モチベーションが上がらないとかありますし、今日もできなかったっていう絶望に駆られて一日終わることも少なくないんですが、まあ一応とはいえね、この質問はピックアップしたからには私なりのちょっとこう回答というか、私なりのこういうふうにしてるよっていう、まあ、結論をね一つお届けしたいと思うんですが、まあ一応最初に結論をお話しすると、ドリームタイムを作ってみましょうっていうのが一応私からの結論です。まあご提案ですね。私がこういうふうにしてますけど、やってみたらどうですかみたいな感じのご提案ですけど、まあ、ドリームタイムって何かっていうと、まあ1日、まあ、24時間、まあ、睡眠とか食事とかいろいろ勉強とか学校とか仕事とか行く時間あると思うんですけど、本当に好きなことをできる時間を作るってことです。まあドリームタイム、夢ですね。ドリームタイムなので自分の好きなことができる時間、例えば、ゲームしたりとかするじゃないですか。まあ、私は結構ゲーム好きなんですけど、スマホゲームとかやっちゃうんですけど、そういう時間ではなくて本当に空白の何でもやっていい時間ってことです。だから何かをする時間じゃなくて何でもいい時間っていうことがすごいポイントで、まあ、極端な話、お昼寝してもいいし、まあ、例えば私の場合だったら作詞作曲してもいいし、ギターの練習してもいいし、まあ、それこそスマホゲームをしてもいいし、まあ、友達と電話してもいいし、何をしてもいい。とりあえず自分の好きな時間を、好きなことができる時間を確保するってことがとても重要です。例えば1時間ぐらい、1日の中でどこか1時間、ここはもうドリームタイムっていう風に時間を作ってしまうってことです。で、ここの1時間なり1時間の自分のドリームタイムを作るメリットがいくつかあるんですけど、例えばこれを作らなかった場合、じゃあ私の場合ちょっとそれをうまく活用した例をお話ししたいんですけど、まあ、作詞作曲、オリジナル曲作ったりします。で、日々、まあ、仕事とかね、まあ、ゲームとかやってるとあっという間に時間なくなっちゃうんですよ。あれ、もう今日も何もせずに終わっちゃったみたいな、いつになったらやるんだよって自分で自分のこう自己嫌悪を陥るっていう風になってることがあって、例えば夜の夕方6時から1時間作詞作曲の時間に当てようってスケジュールを決めるんですけど、やっぱできないことが結構あるわけですよ。結局そのまでに仕事終わんなかったりとか、その今日あんまり気分が乗らないとか、そういうことになって、その6時から1時間作詞作曲するって言ったのにできないっていう、この絶望感。だからこの作詞作曲しなきゃっていう風に義務になっちゃってるんですよね。その本当はそれが自分のやりたいことであるし夢であるし、オリジナル曲作っているのが人に聞いてもらうっていうのはそういう夢ではあるんですけど、結局それが日々の努力積み重ねになった時に、なんか面倒くさいもの、義務になっちゃう、そのやらなきゃいけないものっていう風になっちゃって、モチベーションが下がっちゃうっていうのは私自分で自己分析して思ったんですよ。ならば作詞作曲をやる時間って決めるんじゃなくて、もうその時間は好きなことをやっていい時間にしちゃうってことです。で、結果その好きな時間にして、あ、よし1時間空いたら何をしようかなって思って、でふっと作詞作曲に向けばそれでも OK だし、1時間空いてる、よし、今日疲れたから寝よう、ちょっとお昼寝しようでもいいし、あ、ちょっと新しいゲームが配信されてる、よしやろうみたいな、それでも全然いいわけですよ。で、これ何がいいかっていうと、作詞作曲をやらなきゃいけない時間っていう風に決めちゃうと、それができなかった時やっぱ自己嫌悪に陥るわけですよね。だからやんなきゃいけないことができなかったってことはやっぱりダメな人間と思うわけじゃないですか。で、それは結局でも自分で決めたことだし、まあ、やんない自分がいけないんですけど、そこでやらなかった変な自己嫌悪と変なストレスがかかるんだったら、別に初めから何をやってもいい時間にしておいて、かつ作詞作曲っていうことに気持ちが向くんであればラッキーだし、別に向かなかったら向かなかったで別に好きな時間だからいいっていう、そのやんなきゃいけないっていうストレスからまず解放されるっていうのがいいメリットですね。で、このメリットのもう一つがあって、その自分の好きな時間を作りますと、で1時間なり時間で、そこに好きな時間に対して自分がどんな行動を起こすかっていうことを自分で自己分析チェックすることもできるんですよ。
でちょっと少しシビアな話になるかもしれませんが、そのドリームタイムって好きな時間を作って、まあ、何日か何週間か試してみます。まあ、できればちょっと定期的な時間がいいとは思うんですけど、自分が仕事のリズムとか学校のリズムを考えて、まあ、夕方の何時から何時までは時間空けられる、ここにドリームタイムを作ろうって作ってしばらくやってみるんですよ、ドリームタイムを。でドリームタイムを何日か何週間か自分でやってみると、なんだろう、例えば1週間ドリームタイム何に使ったかって振り返るんですよね。で例えばいつも昼ばっかりしてるとか、なんかいつもゲームばっかりしてるってなったとして、で本当は作詞作曲もやりたいって思ってたとしても、その作詞作曲になかなか時間を作らなかったとしたら、多分作詞作曲は本当にやりたいことじゃないんだろうなっていう諦めもつくってことです。その何だろう、夢とかやりたいことって自分で一回ポッと思い浮かんだとしても、その本当に好きなことってもう別に言われなくたってやるし、やらなきゃいけないことじゃなくてもやるじゃないですか。で結局そのドリームタイムに、時間を確保したって、その時間内に本当はやりたいと思ってたことがあったとして、それをやらなかった日が続いたら、やっぱりそれは自分の夢じゃないんですよ。ちょっと厳しい自分、まあ、私もね言い聞かせてるんですけど、本当に好きな時間、好きなことをやれる時間を作って、その時間の中でこの例えば作詞作曲ってこうやりたいって思ってることがあったとしても、それをやる時間、その好きな時間のドリームタイムに対して作詞作曲をやることがない日が続いたんであれば、作詞作曲は自分にとって夢じゃないんだってことだと思うんです。だもうそれはだって自分がドリームタイムって時間を作ってドリームだと思ってる作詞作曲をそこでやらないのであれば、もう結局それって夢じゃないし、それはもう単純になんかこう変な、なんだろう、わからないけど、見栄とかこう、なんだろう、少しやってる自分がかっこいいとか思いたいとか、そんなような、まあ、やっぱりモチベーションにするには、まあ、足りない、自分の夢にはなりきれないものっていうふうにわかるので、まあ、いい意味で自分のドリームタイムの中に、その自分がドリームだと思ってることが入ってこなかったら、それはドリームじゃないっていうふうに、わかるってことも結構このドリームタイムのメリットです。で逆にそのドリームタイムに自分のや本当にやりたいことを、まあ、自然に、ね、ふっとやり始めるふうになれば、あやっぱり自分はこの時間ちゃんと取れればやれるんだと。で普通にやれるようになってくると、結構それがなんだろう、リズムになって、あやりたいやりたい、次もやりたい、この時間になったらこれやろうって自然にこう気持ちが赴いて行動になるというような感覚です。まあ本当に分かりやすく言うと、小学校の頃お母さんにね、あんた宿題やりなさいよって言われて、宿題やる気がなくなるって、あれと一緒で、何やってもいいよって言われたらもう気持ちが楽になるじゃないですか。で何をやってもいいよって、最初はなんかまあ少し開放感から遊んじゃったり昼寝したりすると思うんですけど、しばらくすると本当にやりたいことをやり始めるんですよ。まあ、私の場合はそれが作詞作曲だったんですけど、まあなんか気がつくと結局その作詞作曲をやるっていうスケジュールをカツッと決める時よりも、何をやってもいいっていう時間を決めてから打ち込めるものを、打ち込めるものっていうか、まあ、好きな風にやるっていう風にした時の方がパフォーマンスが結局上がったんですよ。まあ、作詞作曲に使う時間が増えたんですよ。作詞作曲やるっていう風に決めた時よりも、何をやってもいいよって決めずに、なんとなく時間だけ確保してから自然と始めた作詞作曲の方が、結局作詞作曲やってる時間が長かったんですよね。まあ、どれぐらい時間変わったかってちょっと正確には数えないんですけど、でも明らかに曲を作るスピードは変わりました。なのでまあそれはね、自分に対しての問いかけでもあると思うんですよ。本当にやりたいことっていうのは別に義務でもなくてはならないものかどうかっていうのは自分で決めることであり、人に強制されるものではないはずなので、まあ、仕事とかね、まあ、学校とか単位卒業するために必要なものだったらそれやんなきゃいけないですけど、例えば本当に自分でやりたいと思ったことに対してできないことにへこんでるんであれば、歌とかね、もちろん歌って素晴らしいものですけど、なくても生きていけるんですよ。でそれでも やりたいかどうかっていうのは、まず自分でドリームタイムっていう何をしてもいい時間をまず確保して、その時間で自分がどういうふうに動くかっていうのを自分で観察してみるといいと思います。まあ単純にね、忙しい方はそれでもう本当はやりたいけどできないっていうそういうストレスもあるし、まあ、ちゃんと時間を確保して自分が本当にそこに気持ちが赴むかどうかって、そういうセルフチェックもできるので、まあ、ストレスも減らせるし、自分との会話も対話もできるし、まあ、本当にやりたいかどうかの、ね、チェックもできるので、まあ、それに加えて、まあ、本当にそれが本当にやりたいことだったらちゃんとそこに歩みが進んでいくはずなので、まあ、一つの、まあ、ヒントですね。私もこんな風にして毎日、頑張ってますっていうお話、ご提案のお話ですね。まあ、ドリームタイムを作ってはいかがでしょうかっていうのが今日の動画ですね。まあ、モチベーション上がらないとか、まあ、これは仕事とかその資格勉強とかになってくるともうちょっとやらざるを得ない部分が出てくるので、そのドリームタイムを作っちゃうと毎回寝るとかそういう風になると困るので、まあ、ある程度その自分がやってもやらなくてもいいんだけど、自分がやりたいと思っていることに対して
ドリームタイムを作ってあげると、まあいい自分の指針が分かると思います。そのストレスもかかるし、自分でやりたい、やりたいかやりたくないかも判断できるので、まあ、ぜひぜひちょっとね、他に方法がないっていう方は、ぜひやってみて、やってみてはいかがでしょうか。ということで、今日は、まあ、歌のね、話よりも、まあ、歌の練習とか、日々努力、積み重ねをするコツということで、ドリームタイムというお話をいたしましたら、ぜひね、いいねボタン、チャンネル登録いただけると、私も励みになります。一応LINE ですね、あと公式 LINE も歌の歌唱診断もやってます。無料です。お友達を追加いただいた方は無料できますので、ぜひ、ね、チェックいただけると嬉しいです。じゃあ次の動画でお会いしましょう。